横浜港未来21日本丸メモリアルパーク日本丸メモリアルパークの夜景港未来21埋め立て事業組織埋め立て事業の起工式の際に安全祈願等のため海中に沈められたが後に引き上げられ当パーク内に設置されている日本岸展示ドック総保転搬した日本丸日本丸メモリアルパークは横浜市西区の港未来地区にある 同地区で最初に整備された公園である。展示施設として、小船日本岸及び展示ドック、海事博物館の横浜港博物館がある。日本岸と展示ドックは国の重要文化財に指定されている。現在は日本岸の展示ドックとなっている横浜選挙第1号選挙は海軍技師、常川隆作が設計。 1898年竣工した。大正時代に内陸方向に延長され、総長204メートル、上幅34メートル、巨底幅23メートル、巨内深さ11メートルとなる。2000年12月には、旧横浜選挙株式会社第1号選挙の名称で国から重要文化財の指定を受けた。 さらに2007年11月、経済産業省による近代化産業遺産にも認定されている。1930年に浸水した文部省の公開練習ほぶね。1984年9月16日に退役した後、あと1985年4月よりパーク内の展示ドックで付帯展示されている。2017年9月に、 国の重要文化財に指定されており、すでに指定されていた前述の展示ドックと合わせて国の重要文化財となっている。通常は、帆は畳まれているが、職員と約100名の市民ボランティアにより、29枚すべての帆を広げる総歩天板が年12回実施されている。また、海の日には、総歩天板の前に、 ほぶの最高儀礼である登る奨励を行っている。ほか、毎年6月2日の開港記念日や祝日など、中心に国際信号機を飾る満船色も実施されている。パーク内にある横浜港をテーマにした博物館。横浜マリタイムミュージアムとして1989年に開館。横浜港開港150周年にあたる2009年に施設を、 リニューアルし、現在の名称に解消された。日本岸の景観を妨げないよう、半地下構造となっている。2018年3月には、館内の一部エリアに常設展示室、柳原良平アートミュージアムを開設している。詳細は公式サイト内、総合案内ページを参照のこと。東パーク内の護岸に、水陸両用バスが浸水できる専用スロープが、 設けられており、2016年8月より、スカイダック横浜が運行されている。2009年の横浜港博物館などのリニューアルに、続いて、現在、横浜コスモワールドの一部が運営されている、港未来地区の23街区を、公園の拡張部分として、再整備する計画がある。コスモワールドは、当初より、賃貸契約による、暫定施設となっているため、 契約期間終了の際には、横浜市への土地返却後に再整備が行われる予定である。ありがとうございます。